ご覧いただきましてありがとうございます。賃貸の先の内田です。本日は木津川市梅見台にございます 2LDK の賃貸アパートパインヒルズ製を紹介させていただきます。こちらはカウンターキッチンやウォークインクローゼットなど大変人気設備の整っている、おすすめ物件となっております。それでは早速中を見ていきます。まずこちらが、リビングとダイニングのスペースとなっております。十分な広さがございますので、お食事を楽しんでいただいたり、ご家族でくつろいでいただけるスペースとなっております。でこちらのお部屋は、窓が大変大きくて、明るいお部屋となっております。こちらからこのようにバルコニーに出ていただくことができます。リビングの横にはもう一つ洋室の方がございまして、こちらの方は、つなげて使っていただいても、仕切って、寝室などに使っていただくこともできます。こちらのお部屋に、このようにクローゼットの収納がついておりますので、服なども十分収納していただけます。で次はキッチンを紹介させていただきます。キッチンは、人気のカウンターキッチンとなっております。釣り戸などがないので、大変開放感のあるキッチンとなっております。キッチンの方もシンクも広々としております。調理するスペースもしっかりとございまして、こちらですね、2口のガスコンロを置いていただけるようになっております。下の方は全てこのように収納となっておりまして、キッチンの後ろのスペースもこのように大きな収納となって、大きな冷蔵庫置き場などになっております。また上の方にもこのようにしっかりと収納がございまして、こちら奥の方に見ていただきますと、高さが変えられる収納棚の方がついているので、大変便利なキッチンスペースとなっております。またこちらのお部屋にはモニター付きのインターホンがついておりますので、防犯面もバッチリなお部屋となっております。キッチンの後ろ側にもう一つ洋室がございます。こちらも、このように十分な広さの洋室となっております。そしてこちら少し変わった形をしておりまして、こちらの扉を開けていただきますと大きなウォークインクローゼットとなっております。それではお風呂など水回り紹介させていただきます。キッチンの横の扉を出ていただきまして、こちら開けていただきますとお風呂となっております。お風呂も十分なサイズがございますし、窓も大きめにとっているので大変明るい浴室スペースとなっております。お風呂出ていただきますと洗面所となっております。洗面台はシャンプードレッサータイプとなっておりまして、洗濯機は室内に置けるようになっております。それで洗面所出ていただきますと、こちらがお手洗いとなっております。このお部屋2階のお部屋ですが、玄関は1階に降りていったところになります。こちらが玄関のスペースです。玄関には上下にしっかりと下駄箱があるので、靴の収納にも困りません。はい、それではお部屋の紹介はこれで終了いたします。気になる条件は賃貸のまさきのホームページをご覧ください。奈良のおもてなし奈良心、賃貸のまさきでは皆様のお部屋探しを全力でサポートいたします。ご視聴ありがとうございました。